医師の勝利、医師の勝利、医師の使用利は1934年にレニリー・フェンシュタール監督によって制作された記録映画、同年に行われた国家社会主義ドイツ労働者党 NSTP、ナチ党の第6回全国党大会の様子が記録されている。医師の勝利が記録したのはコトニュルンベルクで1934年9月4日から6日間。 行われた国家社会主義ドイツ労働者党 NSTP ナチ党の第6回全国党大会である。制作に使用されたカメラは16台、スタッフは100人以上、撮影フィルムは60時間分に上り、当時としては大掛かりなものだった。映像はモノクローム、音声モノラールのトーキー映画であった。リーフェンシュタール監督はこの映画の監督を アドルフ・ヒトラー自身から直接依頼された、主演、監督を務めた映画、青の光に感動してのことという。リーフェンシュタールの自伝によると、宣伝賞、ヨーゼフ・ゲッペルスの嫉妬を書いたくなかったし、ヒトラーの提示した、意志の勝利というタイトルが王行で芸術性のないことに嫌悪を感じた子もあって、最初は断ったという。しかし結局は、ヒトラーの非常な熱意と、 題名以外は自由に制作させるという約束に動かされて監督を引き受けることになった。ただし、リーフェンシュタールはこの前年に NSTP 党大会の映画新年の勝利を撮影しており、次元の内容は必ずしも正確ではない。リーフェンシュタール監督は撮影、編集にあたっていくつもの独創的な技法を考案した。例えば、 ヒトラーの演説のシーンでは、半円形に敷いたレールの上に置いたカメラで、ヒトラーを追い、様々なアングルから、同じ被写体を捉えながらも見るものを飽きさせずに、高揚させることに成功している。他にも大胆なクローズアップによって、群衆の中の一人を切り取ってみせ、それによって見る者も,もまたその全体の中の子であるかの、ような臨場感を抱かせたり、 ヒトラーの飛行機によるニュルンベルク到着を冒頭に置くことによって雲の中から降臨する神、絶対者の異名を想起させるなど様々な手法で党大会の高揚感を伝え、また新たに作り出すことにも成功している。また、地方から集まった突撃隊 SA の若者たちが狂じるスポーツの様子や共同の生活が明るいトーンで描かれており、後の オリンピアにつながる要素も感じられる。この突撃隊の生前たる行進や、隊列の美しさも、また、医師の勝利の魅力となっている。また後半の NSTP の各組織、諸部隊のヒトラーの前での越兵行進も、また圧巻である。ビクトール・ルッツェを筆頭とする突撃隊の行進から、始まり、ラストは、ハインリヒ・ヒムラー率いる、新衛隊の行進であり。 さらにバーデンバイラー行新局と共に、アドルフ・ヒトラーをや旗連隊の力強い行新の映像になる。リー・フェンシュタールは若い女性であり、NSTP 党員でもなかったため、宣伝省ゲッペルスなどの党幹部からも快く思われていなかった。また、長いナイフの夜事件で突撃隊幕僚長、エルンストレイムら幹部を粛清された、突撃隊員は党に対する不満を持っていた。 そのため、カメラマンを突き飛ばしたり、脚立をひっくり返すなどのいたずらが頻発したという。また、編集に際しては映画に映っていない幹部からクレームがついた。リーフェンシュタールが断ると、ヒトラーが幹部たちの写真を挿入するよう要請した。しかしリーフェンシュタールは拒否したために、ヒトラーが激怒することもあったという。結果ヒトラーは俺。 リーフェンシュタールの編集のまま作品は完成した。医師の勝利は完成後ドイツ各地で記録的な動員を達成し、NSTP の統制拡大を印象付けた。しかしこれは料金割引や学校、職場における反強制的な動員があってのことであり、上映期間はたったの3日間であった上に50%の割引を受けられた。 新鋭隊員や突撃隊員ですらほとんどこの映画を鑑賞しなかったという報告がある。一方で、その生前たる映像美は海外でも高く評価され、1935年のベネツヤア・ビエンナーレでは金メダル、1937年のパリ万博でグランプリを獲得している。しかし戦後その評価は一転し、リー・フェンシュタール監督はプロパガンダによるナチズムへの 協力者として卒追されることになった。この容疑は長い審判の後否認され、リーフェンシュタールは無罪となったがその後も非難は続き、それに対し彼女は名誉毀損の訴訟を百件以上起こしている。医師の勝利は社会への影響の点でも表彰文化論へのそれにおいても映画史に残る問題作との評価がある。特にナチズムへのについてフェンシュタール自身は 私は政治には全く興味はなかった。興味があったのは美だけと述べている。現在ドイツでは法律で医師の勝利の一般上演は禁じられている。授業などで青少年に見せる必要がある場合には事前に入念な説明と警告を行う必要がある。アメリカでは英語字幕付きの DVD やビデオが発売されているタイトル医師の勝利トライアンフ・オブ・ザ・ウィル この DVD はリージョンフリーで日本国内のプレイヤーで再生できる。オリジナル版には字幕やナレーションは全くない。しかし、ドイツ語音声のほとんどはヒトラーや党幹部の演説であるため、字幕等がなくてもドイツ語を介しないものの鑑賞にも耐える。日本では1942年3月に初公開。それから67年を経た2009年8月に、 東京でリバイバル上映が行われた。11月にはパブリックドメイン DVD がムック・ヒトラー伝説2009年コスミック出版に付属する形でリリースされ、翌2010年1月には音声解説などのついたデジタルリマスター版 DVD が発売された。なお、戦後に公開された版にはナチスドイツの引き起こした惨劇についての注釈がなされている。 また、現在のところ日本語を吹き替え版は存在しない。この映画には、開会式から閉会式まで、昼夜のシーンが交互に3回現れるので、3日間の出来事を描いたように見える。すなわち、大会前日、ヒトラーが到着した夕方引くホテル前の夜間集会、別として、第1日、開会式国家労働法師団の天舗から、突撃隊の夜間集会、第2日、 ヒトラー,ユーゲントのテンコ国防軍の演習視察、政治指導者のテンコ第3日、突撃隊、新英隊のテンコ中央広場、アドルフ・ヒトラー広場での分裂式閉会式の3日間である。しかし、実際の第6回党大会は、1934年9月5日から10日までの6日間に、わたって開催され、映画は、実際の時間の順序を無視して編集され、 三日間の出来事のように再構成されている。医師の勝利は日本では1942年に公開された。公開当時に施行されていた旧著作権法は映画の著作権の保護期間を著作権者の死後38年間と定めていた。最高裁判所がいわゆるモダンタイムス事件において示した判例を参照すると、 レニリー・フェンシュタールが本作品の著作権者として認定される可能性がある。その場合には日本国内においてはレニリー・フェンシュタールが死去した2003年の38年後2041年末まで著作権の保護期間が継続することになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。